こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、山ちゃん食堂の動画、3分ぐらいでまとまってるね、非常に分かりやすいネギを使った体温まる健康鍋の紹介がありました。作り方も非常に簡単に紹介されてますので、これ動画見るだけであっという間にね、この鍋料理再現できちゃうんですよ。それではですね、このパーフェクトに近いこの動画、さらにパワーアップするためにはどういったことをすればいいかってことをね、今回はお話しして動画の方をお送りしようと思います。それはですね、 BGM なんですよ。いいですか、私が今までこうね、何も BGM なしに話してるじゃないですか。聞こえてきませんか、なんかこれ音楽で、音楽があるとこれだけ雰囲気変わってくるんですよ。で、私も会話の中に言葉が入ってないところってあると思うんですよ。こういう風に止まるところとかね、そこに音楽がパッと入ることによってすごく連続感が出て、あとテンポとリズムでですね、結構ね、こう視聴者さんって引っ張られていくところがありますんで、音量のバランス取りながらやっていけばいいんじゃないかなと思います。特に山ちゃんすごくいい声をしてるんで、これね、 YouTube 向きの声なんですよ。この声とっても聞こえやすくって素晴らしいなと思いますので、これにふんわりとに BGM をかぶせていただくと、本当にね、プロの料理番組みたいな BGM ができますので、フリー MP3 とかで検索すると結構出てきますんでね、フリー BGM とか MP3 とかこういうので検索すると出てきますんで、その中からご自身の気に入った音楽、自分のメロディーだなこれっていうのをね、フリーの素材の音楽ですよ、フリーのやつを取っていただいてかぶせていただくといいのかなと思います。ちなみにこの音楽もフリー素材って言って、どうぞ使ってくださいってものをサイトに落ちてるものを使わせていただいております。まあ著作権の問題とかね、いろいろありますんでね、参考にしていただければ幸いでございます。それでは動画説明欄に山ちゃん食堂の今回のネギ鍋料理のね、作り方、こちらの方貼っておきますので、よろしくお願いします。また送ってくださいね。